中身バインセオは日本でベトナム風お好み焼き、西欧でベトナム風クレープなどと呼ばれるベトナム南部の粉物料理。ベトナム北部ではあまり食べられていないが南部では日常的な家庭料理であるためレシピは多彩で中に入れる具も多様である。基本的なレシピは米粉とココナッツミルクをベースにした生地をターメリックで黄色く着色し、 大きめの専用フライパンで薄皮に焼き上げる。焼けたら豚肉、もやし、エビ、緑豆、あるいは鶏肉やキノコ、玉ねぎなど、好みの具を、たっぷりと乗せて2つ折りにし、軽く、蒸し焼きにしてさらに油で皮をパリパリに焼く。焼き上がったものに、香草類を添えて、風味をつけ、一口大にちぎって、レタスや、サニーレタスなどの葉物野菜で包んだものをすやぬくまむを、 ベースにしたたれ、ぬくちゃむにつけて食べる。ホーチミン市など都市部には、専門店があるほか、屋台でも売られ、庶民的な食べ物として、頬やチャーズイを同様に旅行者の人気を集めている。バインとは、パン、まんじゅう、ケーキなど粉をこねたもの一般をさす語で、セオとは生地が厚い鉄板に触れた時に立てる音を表している。カンボジアでは、バンチャエウと呼ばれる。 タイ王国ではカノムバンイアン、またはバンサオと呼ばれ、焼き上がりをパリッとさせるために、生地に石灰水が入り、中身にココナッツや豆腐、チャイポーという中華風の大根の漬物、落花生、コリアンダーが入るなど、タイ独自のものとなっている。ウェブな所持を世界魂移植気候第42回親子をつなぐカンボジア版お好み焼き。2015年8月19日閲覧。 ありがとうございます。